こんにちは、東京理科大学の門田です。今回ご紹介するのは東京理科大学理工学部です。東京理科大学理工学部は理学から工学まで様々な幅広い学びが展開されています。その中にはエネルギーや宇宙分野など最先端の研究もあります。今回はその中でそれぞれの専門分野から防災へアプローチする研究室を紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。理科大には国内で唯一火災という言葉を冠する国際火災科学専攻があり、火災に関する実証実験も行われています。理工学部で行われている防災研究について教えてください。東京理科大学の理工学部では今4学科の理学系の学科とですね、6学科工学系の学科があります。そういったですね、10学科の中でですね、連携をしていろいろな防災についてですね、研究なり教育をしています。研究について教えてください。私の場合はですね、火災安全工学というふうなものをですね、対象に研究しています。建物の構造体、柱とか梁とか床とか壁とか、そういったものが火に対して耐えられるかどうか研究の対象にして研究しています。続いて火に強い材料を研究されている先生にお話を伺ってみましょう。研究について教えてください。木材は燃えやすいということで、現在建築に使うことは制限があるんですけども、断熱材を含浸させたり表面に塗ることによって木材を燃えにくくします。火がついたとしても全体に木材が燃える前に皆さんが逃げていただければ人命救助になり、建築への応用もどんどん大きくなってきます。新しい材料を提案できないかということで、その燃えにくくするための合成物質を作ったり、また新しい分子設計を考えたりということを行っています。今後の目標について教えてください。日本の国土の 70% が森林ですので、日本の木材を使ってどんどん有効に建築ができてればいいかなということで研究を進めています。続いて粘り強く壊れない防災強化技術で防災・減災に貢献する研究もあるそうです。お話を伺ってみましょう。研究について教えてください。近年いろんなところで豪雨による災害が起こってますので、実際どういう災害が起こっているのかっていうのを知るためにですね、被災した場所に行ってですね、現地の調査っていうのをしています。でまた、じゃあなんでそういう被災が起こってしまったんだろうとか、どういう原因で人的な被害が発生したんだろうっていうのを、さまざまなシミュレーションとか、あと実験を使って調べています。学生にも話を聞いてみましょう。研究の面白さ、やりがいについて教えてください。災害が起きた後ではなくて、起こる前に何かすることができないかということを考えまして、防災の研究をしてみようと思いました。これまで誰も調べたことがないことをするのが研究なので、自分でいろいろなことを調べて問題を解決していくときに楽しさを感じます。今後の目標について教えてください。日本はすごい防災対策の進んだ国というふうに言われているんですけれども、海外に目を向けると、防災インフラとか生活インフラが普及していない国もたくさんあると思います。自分は来年から建設会社で働くのですが、海外でのそういったインフラ整備に携わっていきたいなというふうに考えています。大規模災害発生時の避難、私たちの生死に直結する課題に数学を駆使して取り組んでいる研究があるそうです。先生にお話を伺ってみましょう。研究について教えてください。防災に関わる避難行動といったことに関連する数理モデルを、微分方程式の観点から研究しています。防災について研究しようと思ったきっかけは何ですか？数年前にいろんな条件下で人々がどういうふうに行動するかという大規模な群衆避難の実験をしているのを拝見したんです。そういう知見を得てですね、私もちょっと数理モデルということでやってみることができるんじゃないかなというようなことがきっかけで始めたということです。今後の目標について教えてください。群衆の行動ですから、人間の心理というものがやはり大事です。群衆の避難ということに関して言うと、今は非常に単純なモデルを使ってるんですね。でそのモデルをなるべく現実のものに近づけていきたいということを考えています。地震に負けない世の中を目指す研究もあるそうです。研究について教えてください。研究の内容なんですが、
地震の震源の、物理的な理論から建物の方に、どのように、地震の揺れが伝わってくるか、でさらに建物の中で、どのように揺れるかというところまでを、研究しております。今後の目標について教えてください。想定の地震の何倍が来てももうあんまり壊れないというような状況に全て の, 建築構造物で、なって、くれると非常に嬉しいなと。要するに地震が来ても、まあ、なんか地震が起きたんだねというふうなぐらいの会話で、まあ、済むようなそういう世界になってくるといいかなというふうに考えています。学生にも話を聞いてみましょう。防災について研究しようと思ったきっかけは何ですか？僕は、まあ、東北出身なんですけど、まあ、小学生の時に、東日本大震災というのをまあ直接経験して、地震というものがすごく身近な存在としてあったんですけど、もともと建築というものはすごく興味があって、でその地震と建築がすごく関係する分野として、まあ、防災というのが、一つ学ぶきっかけとなりました。災害に向き合うことで得た学びを教えてください。災害に、まあ、結構真正面から向き合って勉強していく中で、まあ、今まで防災に関わってきた人々が結構努力だったりその知恵を振り絞ってやった結果っていうのがあるんだなっていうのがすごく分かったので、社会に出てから、まあ、人々の安全だったりっていうのを建物的な観点から、提案できるように頑張っていきたいと思います。東京理科大学理工学部では火災、地震、水害など幅広い防災研究が実践されています。ぜひキャンパスでお会いしましょう。次回の東進 TV もお楽しみに。